皆様こんばんは。本日は、3月末で協力隊の任を離れる5名の隊員の活動報告会にご列席いただきましてありがとうございます。私健康福祉部健康推進課所属地域健康プランナーを務めさせていただいております加藤武夫と申します。それではこれより私の活動報告を始めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずは健康プランナーの役割についてご説明をさせていただきます。健康プランナーとは市民の皆様と行政との間を健康の輪でつなぎ江頭市長よりご表明いただきました健康づくり都市宣言をもとに独自のアクションプランをゼロより構築し健康推進課の協力を経て市民の皆様の健康満足度の向上に努めております。最終目標は菊池市を健康長寿日本一へという強い思いを行動理念に本年度300件以上の健康活動を行ってまいりました。健康活動300件という数字は全国の協力隊の中でも決して小さな数字ではないかと思います。ただし大切なことは活動件数ではなく菊池市において健康の輪が少しずつ芽生え市民の皆様の健康に対する意識や行動に変化が生まれさらに継続的に続いていくということが最も大切なことだと思います。私の活動、協力隊における活動名は健康プランナーですが本当の役割は健康づくりのサポーターだと思っています。健康づくりの主役は市民の皆様です。私は健康について正しき座標を示し市民の皆様の健康づくりを全力で応援させていただくだけです。例えば地域おこし地域活性化地方創生も市民の皆様の元気力が大きくて強い基盤を生み出します。そして菊池を観光や移住で訪れる方々やインバウンドやツーリズムの推進にもまずは市民の皆様が健康を保って心よりの笑顔でおもてなしをしていただくことが癒しの里のさらなる浸透化や菊池不安を大きく獲得する重要なファクターになりうるのではないでしょうか。ここまで長いお時間、協力隊の活動報告をご清聴いただいておりますのでここで実際の私の健康プログラムをほんの少し体験していただきまして体と心をリフレッシュしていただきたいと思います。ではまずストレスを解放していただきたいと思います。ストレスを解放するときにはですね体の力を抜いて息をハーッと吐きます。いわゆるため息をついていただくということです。ではこのため息人間のどんな生理反応なのかご存知の方おられますか。どなたもおられないですか。じゃあこの答えは菊池市の健康のインフルエンサーといえば私は江頭市長だと思っております。ぜひ市長にお答えの方お願いしたいと思います。ぜひお願いいたします。なんだろうね、いやまともに考えたことないけどなんだ、溜まってるものを出すわけでしょ。はい、だから、緊張をこう和らげる。はい、あまだ答えじゃないね。ですね、10点くらいですね。いやいや、大丈夫です。市長はですね、実はこの答えをご存知なんですよ。ただし本日は私の活動報告会なので私に花を持たせていただけるそうです。市長実は温かき心遣いありがとうございます。すごい。ただし菊池市の健康の象徴は私は江頭市長で間違いないと思います。はい、本当にお忙しいタイトなスケジュールの中でも健康づくりを意識されている様子を見て取ることができお姿をお見かけするたびに私も身が引き締まる思いです。これはスポーツや健康指導の、指導者としての正当な意見で決してお世辞等ではございませんが無茶な振りに対するお叱りは私に代わりまして
橋本隊員の方が全て引き受けてくださるということなので、何なりとお申し付けいただければと思います。じゃあもう一方、紙駅についてお伺いしていただき、お伺いしてみたいと思います。菊池市役所の健康の女神といえば健康推進課徳永係長、はい、お手を挙げください。はい、皆様にため息はどんな生理反応なのかご説明をお願いいたします。私も加藤さんに花を持たせたいのであの答えは控えたいと思うんですけど、ため息はそうですね、自分の心の中を外にこう出して、はい、こう悪いものじゃないけど、はい、外に自分の中にこもってるものを出すことで、自分の体をちょっと清めるっていうかリラックスさせることだと思います。はい、ありがとうございます。まあ、100点中40点ぐらいじゃあため息とはどんな生理反応なのかご説明をさせていただきます。例えば本当に体が疲れている時、椅子に座ったりお風呂に入ったりすると体の力が抜けてはぁーと息が抜けます。もしくは深刻な悩みがあって心に重い負担を抱えている時、これもため息がはぁーと出ます。これはこれ以上体を使うと体が壊れますよ、これ以上心に負担をかけてしまうと心が壊れますよっていうことを知らせてくれると同時に、ため息をつくことによって自律神経の流れの中で副交感神経を上げて体や心を回復や癒しへと導いて守ってくれる自己防御反応ということですね。で、このため息を使って今からストレスを解放していただきたいと思います。はい、じゃあちょっと体の力を抜いて呼吸を整えます。はい、呼吸を整えたら息を吸いながら肩を上げましょう。はい、息を吸いながら肩を上げます。はい、力抜いてストーンと落としましょう。はい、もう一度いきます。息を吸いながら肩を上げて、はい、力抜いてストーンと落とします。はい、これでストレスが解放されたかと思います。今度は脳を活性化していただきたいと思います。脳トレやブレインフィットネスと呼ばれる認知症予防のプログラムをですね、ほんの少し体験していただきたいと思います。で、今から私とですね、後出しじゃんけんをしていただきます。私がじゃんけんポンと出したら皆さんはポンポンぐらいで私とじゃんけんをして私に勝っていただきたいと思います。その時に一つルールを付け加えます。今からグーチョキパーを数字に置き換えます。グーは6です。チョキは3。パーは4です。もう一度言います。グーは6。チョキは3。パーは4です。はい。じゃあチョキは3。ちょっと皆さん大きな声でお答えをお願いします。はい。3ですね。はい。じゃあグーは6。はい。じゃあパーは4。はい。ありがとうございます。じゃあ今数字に置き換えましたよね、グーチョキパーを。これを後出しじゃんけん、私が出した手と皆さんが出した手、この数字を足していただいた答えを大きな声で言いながらじゃんけんで勝っていただきたいと思います、はい、一桁の足し算ですよ、小学校1年生で習うことです。よろしいですか。足していただいた数字を大きな声で言っていただいて私に勝っていただきたいと思います。ちょっと一つ例をやらない、そうですね。例えば私がグーを出してたら皆さんはパーを出しますよね、はい、そうすると6プラス4は10と言いながらパーを出していただくということですね、はい、10と言いながら即座にパーを出していただきたいと思います。じゃあ行きます。じゃんけんポンポン。あら、9ですよ、はい、自信を持ってお答えを言ってください。一桁の足し算ですよ、はい、じゃあもう一度いきます。じゃんけんポンポン。はい、下ろしてください。634をただ足し出していながら肩を上げて、はい、力抜いてストーンと落とします。はい、これでストレスが解放されたかと思います。今度は脳を活性化していただきたいと思います。脳トレやブレインフィットネスと呼ばれる認知症予防のプログラムをですね、ほんの少し体験していただきたいと思います。で、今から私とですね、後出しじゃんけんをしていただきます。私がじゃんけんポンと出したら皆さんはポンポンぐらいで
私とじゃんけんをして私に勝っていただきたいと思います。その時に一つルールを付け加えます。今からグーチョキパーを数字に置き換えます。グーは6です。チョキは3、パーは4です。もう一度言います。グーは6、チョキは3、パーは4です。はい、じゃあチョキは3。ちょっと皆さん大きな声でお答えをお願いします。はい、3ですね。はい、じゃあグーは6、はい、じゃあパーは4。はい、ありがとうございます。じゃあ今数字に置き換えましたよね、グーチョキパーを。これを後出しじゃんけんで、私が出した手と皆さんが出した手、この数字を足していただいた答えを大きな声で言いながらじゃんけんで勝っていただきたいと思います、はい、一桁の足し算ですよ。小学校1年生で習うことです。よろしいですか。足していただいた数字を大きな声で言っていただいて、私に勝っていただきたいと思います。ちょっと一つ例をやらない、そうですね。例えば私がグーを出してたら皆さんはパーを出しますよね、はい、そうすると6足す4は10と言いながらパーを出していただくということですね。はい、10と言いながら即座にパーを出していただきたいと思います。じゃあ行きます。じゃんけんポンポン。あら、9ですよ、はい、自信を持ってお答えを言ってください。一桁の足し算ですよ、はい、じゃあもう一度行きます。じゃんけんポンポン。はい、下ろしてください。634をただ足すだけですよ、はい、ただし今日お集まりの皆様はインテリジェンスが高い方ばかりだとお見受けいたしましたので、もうワンランクちょっと難易度を上げたいと思います。今度はじゃんけんで私に負けてください。はい、負けていただいて、今度は私の手から皆さんが出した手の数字を引いてください。はい、ですのでマイナスになることもございます。はい、大きな声で言っていただきながら、私が出した手から皆さんが出した手の数字を引きます。引いた数字を言いながら私にじゃんけんで負けていただきたいと思います。じゃあ行きます。じゃんけんポンポン。はい、大丈夫です。はい、今少し脳が混乱しましたか。脳の混乱はですね、でも刺激に変わって、刺激は脳を活性化させ認知能力を上げてくれると言われています。まあこうやってですね、少し認知症の予防のために脳を刺激してあげるということはとっても大切なことだと思います。私がですね、認知症について憂いを抱いていることは、通常の病気の痛みというのは自分自身が感じるものです。ただし認知症の痛みは自分は感じません。それは自分が自分であることですらわからなくなる病気だったんです。認知症の痛みは自分の周りの人、家族や自分が大切に思っている人が背負わなければならない痛みに変わるということです。なので認知症は私は最も防ぐべき病気のうちの一つでないかと思っています。ではこのまま活動報告を続けさせていただきます。私が健康の大切さについて再認識をさせられたのは、菊池市に着任した3年前、そう、熊本大震災の時です。当時勤務していた熊本市の体育施設には、震災後数千人を超えられる方々が避難されてこられました。衛生管理すらままならない過酷な避難生活の中で、顔見知りの女性が体調を崩され、そのまま命を失われたと聞いた時には、震災のもたらす理不尽さに怒りすら覚えました。人にとって大切な命、その命を優しく包んで守ってくれているものこそ健康ではないですか。ただし健康はいつまでもそばにあるとは限りません。
健康をなくしてその大切さに気づくよりも、日頃の生活の中でほんの少し健康を気遣うだけで未来は大きく変わります。私は震災の負の経験ですら未来を生きる力に変えて、菊池市で健康の輪を紡ぎたいと思い着任を決意いたしました。菊池市では本当に真剣な思いと熱心な姿勢で一緒に健康づくりを行っていただけるたくさんの素敵な市民の皆様との出会いに感銘を受け、菊池市役所では江頭市長をはじめ健康福祉部部長、健康推進課課長および健康推進課全職員が市民の皆様の健康を守るために全力で取り組んでいる姿に、私も健康プランナーとしての責務の重さを感じました。そんな中で私と健康活動でバディを組んでいただきました健康推進係徳永係長には、本当に多忙な業務の中お詫びの言葉も見つからないほどのご足労をおかけし、お礼の言葉ではこと足りぬほどの多大なるご支援があったからこそ健康プランナーの活動が広がりを見せたことに間違いはございません。この場をお借りいたしまして徳永係長には心よりの感謝の意をお伝えしたいと思います。そして私の菊池市を健康長寿日本一にしたいという強い思いはこれからも続きます。4月よりは健康推進課の職員としてこれまで行ってきた健康活動のさらなる拡大推進および新元号より始める健康の基地局づくりや、市民の皆様の中から健康を推進していただけるリーダーの育成講座などで菊池市民の皆様の健康づくりを全力で応援させていただきます。最後に、これからも菊池市で健康の輪が広がり続ければ将来大きな2つの利益を見出すことができるかもしれません。1つ目は市民の皆様の健康という生活の質の向上につながる大きくて大切な利益、それに付随して行政には医療費の抑制などの利益を見出すことができるかもしれません。仮にこの利益を見出した際には福祉政策や生活の利便性の向上にきっとつなげていただけるものだと強く期待いたします。そして私と一緒に健康活動を行っていただきました市民の皆様、中には100回を超えて一緒に健康活動を行っていただいた方が数十人以上はおられるかと思います。その方々を含め全ての菊池市民の皆様の健康が幾久しく続くことを、いえ時尽きるまで健康を保たれていることを心より信じて、地域健康プランナー加藤武雄の活動報告はこれで終了とさせていただきたいと思います。本日は長いお時間活動報告会をご清聴いただきましてありがとうございました。